2005年3月の合併直前の諫早市行き、諫早市は長崎県の中央部にある市。長崎市、佐世保市に次ぎ、長崎県で第3位、九州では第14位の人口を有する都市である。諫早市は略字表記。観光庁の公式文書では、諫早市と表記している。旧北高木郡。諫早市の衛星写真諫早は諫早市。 中心部周辺の空中写真。2010年5月8日撮影の15枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。長崎県の中央部に位置する。周囲を有明海、大村湾、立花湾の3つの海に囲まれ、長崎県内の交通結節点としての役割を持つ。地域の北は、 タラ山系の山地がそびえる。西側は長崎半島の南側は島原半島のそれぞれ付け根にあたる。地域北東部は北西部で大村湾、東側で有明海、南側で立花湾の三つの海に囲まれる。東部の伊佐早湾では古くから干拓が進められ、1989年からは国による 諫早安管宅事業も行われたことで、長崎県では数少ない平野地形が広がり、この管宅地は県下最大の国葬地帯となっている。西部は新興住宅地、工業団地が数多く立地し、市の製造品出荷額は県内一位を誇り、農業、工業の二面性を持った都市である。北に大村市及び佐賀県富士津群太良町、西に、 長崎市と西園義郡長与町、東に雲仙市と接する。伊佐市の地名も参照のこと。鎌倉時代の宇佐文書1197年には伊佐林の地名が登場している。南北朝時代には激しい領主交代が起きたが、安土桃山時代の1587年、流造寺矢ばが領主の西郷氏を下し、新領主となった。 第2代直高が生を、諫早と改め、佐賀藩諫早寮となる。諫早寮内には、長崎街道の宿場や番所があり、唐街道、島原街道の分岐点に位置するなど、交通の要衝として、重要な役割を果たしてきた。1940年9月1日に、北高木郡諫早町、小栗村、小野村,野村、結城村、新津山村、元野村、 長田村が合併して人口4万の伊佐林が市政施行。2005年3月1日に北高木郡飯森町、森山町、高木町、小長井町及び西園木郡多良美町と合併した。これにより人口14万人都市となり、旧北高木郡の内西園木郡東長崎町を経て長崎市に編入されたに村を除く全域が、 現在の諫早市の市域となった。市長市議会市役所消防権議会権の出先機関、医療警察衆議院選挙区国の出先機関長崎、県立総合運動公園、諫早中核工業団地を中心に、諫早海津工場団地、山手工業団地、諫早流通産業団地、西諫早産業団地が隣接して立地しており、電子技術、 航空宇宙関連など先端技術企業が進出し、県央地域はもとより長崎県の産業拠点を形成している。また、東部は古くから観客が進められ、県下最大の国葬地帯となっている。金融工業食品小売業スポーツスポーツ施設、スポーツ事務施設音楽自動車、バイクガソリンスタンド総数発行。並行した高等学校は、 長崎県高等学校の廃校一覧に諫早市を照、伊諫早高等学校総数16校。並行した中学校は長崎県中学校の廃校一覧に諫早市を参考、総数28校。並行した小学校は長崎県小学校の廃校一覧に諫早市を参考。すべて県立で総数は3校分教室1校諫早図書館。 諫早駅の駅舎と、駅前広場市の代表駅は、諫早駅であるが、同志役所の最寄り駅は本伊諫早駅。一般路線バス高速バス高速道路、一般国道県道の王道諫早神社。ありがとうございます。